はい、皆さんこんにちは、アトランタのタカです。今日はですね、軍のカウンティーですね、軍 の、 最高裁にできまして、この、ジューラー、はい、ジューリー、デューティーって言うんですけども、選ばれたんで、まあ、市民なんで行ってきましたけども、まあ、こんなね手紙が来るんですよ、はい、この手紙が。でこれで、最初にまずねネットで、質問に答えるんですよね。いろんな項目がありまして、年齢、人種、奥さんいるかとかね、まあ、いろんなことがありまして、まあ、それを全部データを送って、これ実は本当はね8月の、いつでした8月の14日だったんですけども、ちょっとその日もすっぽかして、で言い訳しようと思って、すいませんちょっと休養で行けませんでしたと。一応メール送ったらちゃんと返事が来まして、いつならいいのって言うわけですよ。それでまあ今日2週間後の今日にしたわけです、はい。でまあ、今日一応8時に来いって言ってるんですけど、なんとなし8時半まで行けばよかったみたいですね、はい。でまあ、特に朝で渋滞してるんで大変でした。で一つの部屋にですね大体、200人以上いたと思いますね。そうですね、それがいましたね。でそれで、まずこのカウンティーに住んでない人は言ってください、70歳以上の人は言ってください、フルタイムの学生の人は言ってください。そういう人はもうだから除外されるわけですよ、はい。まあそんなことで、次にね今度番号をつけられるんですね。で名前を呼ばれて1からそうですね65ぐらいまで、55かなぐらいまで言ってましたね。でそういう人たちはなんか外に出てなんか写真を撮って、でまた戻ると、はい。でそれをね3回ぐらい繰り返してましたね。で、その後ですね、またその中からまた、番号を選ぶんですよね。でそれが多分15人から、20人ぐらいだかな。で私これ3巡目にね名前呼ばれまして、で、まあ、この24番をもらって、写真を撮らなかったんですけども、1階から2階の部屋に行きまして、小さいその、まあ、コートルームがあるわけですよ。でそこで確かで24人いましたね。ごめんなさい、30人いましたね、陪審員がの候補者ですよね。でそれでまたジャッジが出てきて、もうすでに訴える検察側と訴えられた被告側ともういるわけですよ。で友達じゃありませんか、家族じゃありませんか、知り合いですか、そういうのも全部まあ質問されますね。でその後で立って宣誓をして、あとまた質問を受けるわけですよ。でそこからまあどん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 この絞り込んでいくわけですよ。で私正直なところ、まあ、あんまりこういう法律用語詳しくないんでね、英語が得意でないかって言ってね、また手を挙げたわけです。でまあこうこうこうで、寿司屋の英語は喋れますけど、日常会話は OK だけど、こんなコートの難しい英語は分かりません、訳してもう噛み砕いて言ってくれれば分かるんですけどという話をして、でその後で私は3人か4人選ばれたんですけど、もう外に出てってくださいと。で待ってたらまた1人また入って、で我々はもう OK、 そこでまあ終わったわけです。でこの作業は大体ね2時間、注意がかかりましたね。まあ大体皆さんよく言うのが時間の無駄って言われてるわけですよ。でまあ検察の方も自分たちが有罪にしやすい有利な人はどれ誰かなっていうのを選ぶわけです。で弁護の方もやっぱり自分たちに有利な人は誰かなというのをやっぱり選ぶわけです。まあ、それなんか多分照り合わせて最終的に多分7人ぐらいですかね、だと思うんですけど選べれるんですね。で、まあ、それがまあアメリカの裁判のいわゆるジューリートライアルっていうやつですね。まあどうでもいいです、はい。まあ、そういうわけでやっと終わって、まあ、これ1回行って多分もう私はおそらくリストから外れてると思うんで、もういいかなと。次は多分呼ばれないと思います。これでした。